皆さんこんにちは。ホンダ交通教育センターレインボー熊本、インストラクターの中野です。インストレディオタンデムライド編スタートです。ボリューム1ではライダーとパッセンジャーの装備と心構え、さらに走行中のコミュニケーションについてです。インストレディオタンデムライド編、行ってみましょう。皆さんはバイクはお好きでしょうか。まあ、当然ですよね。後ろに乗せる方、パッセンジャーの方にもぜひバイクを好きになっていただきたいと思います。二人乗りを楽しんでいただくために、安全に乗るための心構え、それはおもてなしです。おもてなしの心で後ろに乗せる方、パッセンジャーの方をお迎えしてください。一人乗りの時と違って二人乗りになりますと、バランスの取り方や操作が難しくなります。それにも増してブレーキ、アクセル、一人の時とは違った乗り方が要求されます。それではおもてなしにあたっての準備、後ろに乗せる方はどんな方でしょうか。女性の方でしょうか、男性でしょうか、それともお子様でしょうか。バイクの経験が少ない方を乗せる場合、バイクの動きに戸惑うことがあります。急加速、急ブレーキをしない、早め早めのアクセル、早め早めのブレーキ、また特に慣れない方を後ろに乗せるとき、休憩場所やお手洗いのタイミング、そういった疲れを残さないための休憩ポイントをあらかじめ決めておきましょう。心構えとしてはおもてなし、ぜひそういった2人乗りのポイント確認をしていただけたらと思います。それでは1人で乗るとき、ソロで走るときの楽しみ方、皆さんはどんな楽しみをバイクに持ってるでしょうか。一人で乗るときはバイクの走らせ方、楽しんでいらっしゃるかと思います。タンデムのとき、お二人で共有できる体験、バイクを走らせるときの景色、休憩場所での楽しみ、そういった共通の体験、後ろの方が楽しいと思えるような乗り方、準備、心構えをお願いしたいと思います。パッセンジャーの方と楽しいツーリングをするための準備、休憩ポイントを決めておく、こまめな休憩を取る、できれば美味しいもののあるところに休憩ポイントを決めたいですよね。また細かなことですが、一人の時とは違って発進を穏やかにすること、ブレーキを早め早めにかけること、後ろに乗っていて怖い思いをさせないようにした方がいいですよね。安全運転はかっこいい、後ろに乗った方にそう思っていただけるようなおとなしい運転ができると、楽しいツーリングができると思います。はい、では次に安全で楽しい二人乗りをするためのバイクの準備を見てみたいと思います。普段の点検、豚と燃料、ブレーキ、オイル、タイヤ、透過類、燃料、まあ、これを点検していただくのは当然として、一つ確認しておきたいことがあります。ご自分の愛車の後ろに乗せる方の座るところ、実際座ったことはあるでしょうか。正しく乗せるためにも、まずはご自分で後ろの座席座ってみてください。このゴールドウィングは2人乗りがすごくしやすいバイクになっています。ところで後ろに座った時、どこを捕まったらいいと思いますか。ここですかね。はい、その通りです。このバイクにはタンデムグリップがついています。また肘掛け、背もたれまであるんですが、皆さんの愛車にはあるでしょうか。ご自分のバイクのグラブバーの位置、後ろの方が捕まる位置、座る位置、タンデムベルト、そういったものをぜひご自分の目で、ご自分が座ってみて確認をする、
後ろに乗せる方にちゃんとそれが伝えられるように準備をお願いします。その他2人乗りを安全に楽しむために点検をしておきたい、準備をしておきたいものがあります。何だと思います？何ですかね。ですよね。1人乗りの時とは違って、タイヤの空気圧、2人乗りの指定のある車種もあります。ご自分の愛車のタイヤ空気圧、マニュアル、取扱説明書などでご確認をお願いします。またサスペンションのセッティングが変えられるものもあります。より2人乗りを楽しむ、安全に乗るためにも調整をしてみてはいかがでしょうか。はい、それでは、次に後ろに乗せる方の装備についてです。皆さんはちゃんとしたバイクの装備、ヘルメット、手袋、ウェア、装備されていると思います。後ろに乗せる方もそれと同じ以上のもの、ぜひ揃えてあげてください。そしてまた休憩のたびにヘルメットを脱いだ、また装着した、ぜひ顎紐がちゃんとついているかどうか、見てあげていただきたいと思います。ぜひ、ウェア、手袋、ブーツ、そういったものもお揃いにして二人乗りを楽しんでみられてはいかがでしょうか。それでは今度は後ろに乗せる方、パッセンジャーの方の運転姿勢を確認しておきたいと思います。このホンダゴールドウィングについては、後ろに乗るのがとても快適なバイクです。そうですよね。はい、はい、このバイクだといいんですが、皆さんのバイク、少し事情が違ってくるかもしれません。後ろに乗った方がこのようにタンデムグリップ、手で持つところがあるのかどうか、またはタンデムベルトなのか、乗った方が足を乗せるところはどこなのか、寄りかかるための背もたれ、こういった背もたれがあるのかないのか、実際に走り出す前にお二人で乗ってみて、安全で正しい運転姿勢、確認されてはいかがでしょうか。それでは続いて後ろの方が安全に乗れているかどうか確認をお願いします。まず後ろの方の足、つま先はまっすぐになっているでしょうか。後ろの方も前のライダー、オートバイに乗ってる方の腰のあたり、膝で捕まっていただくといいですね。また手の位置、後ろに乗った方が前のライダーに両手を回す乗り方、また後ろに乗った方が片手はライダー、片手はグラブバーを持つ乗り方、こういった乗り方もあります。いずれにしても後ろの方は積極的に動くのではなく、バイクにしっかり体重を預けて、オートバイと一緒になって動いていただくと、より安全にバイクを楽しめます。タンデムではパッセンジャーとのコミュニケーションも重要です。特にバイクに乗ったり降りたりする際にはそれが必要です。立ちこぎをしないためにも乗り降りの練習をぜひお勧めします。パッセンジャーとのコミュニケーションを取りながらの安全な乗り降り、確認をしてみましょう。まずオートバイに乗る方、ライダーがバイクにまたがります。この時にはサイドスタンドは出したまま、ハンドルも切ったままで大丈夫です。この状態で準備ができましたら、パッセンジャーの方に合図をします。はい、では乗ってください。はい、ここに足どうぞ。はい、このように乗る時には声をかけて、スタンドを出して安定した状態で乗っていただくとよろしいかと思います。パッセンジャーの方に無事後ろに乗っていただくことができました。立ちこけが心配なのはここからですよね。右に倒れそうな方はここで前ブレーキをかけてください。次にハンドルを右に切ります。ここで車体が少し起き上がります。パッセンジャーに声掛けをしてから車体を起こしていきます。起こします。はい、はい、車体が起きました。ハンドルをまっすぐに戻して、そして最後にサイドスタンドを外します。これで無事スタートする準備が整いました。
それでは次に降り方です。パッセンジャーが降りる前には周囲の安全、車やバイクが来ていないか、歩道側に自転車がいないか、ライダーである皆さんが確認の上、安全にパッセンジャーを降ろしてあげてください。二人乗りでの降り方、一例をお見せしたいと思います。止まりました。エンジンを停止します。次に、両足がつけるのであれば両足をつきます。硬い地面であることを確認して、サイドスタンドを立てます。ハンドルを左にいっぱい切って安定させます。ここまで安定したところで、後ろの方に合図をします。はい、じゃあどうぞ降りてください。はい。後ろの方はライダーの肩に手をかけて、ゆっくりと降りていただきます。では次に、後ろに乗っている方、パッセンジャーの方とのコミュニケーションについてです。乗り降りをする際にも大切ですが、走行中、何かしらコミュニケーションができると、よりバイクの二人乗りは楽しくなります。コミュニケーションの取り方にはいろいろありますが、あらかじめサインを決めておくといいですね。例えば、発進するとき、発進するよというコミュニケーションで軽く膝を叩いて合図するなどということもあります。また、後ろの方から前のライダーに止まってというときには、肩を軽く2回叩くとか、もしくは3回叩いたらこうするよとか、あらかじめハンドサインを決めておくことでコミュニケーションを取ることができます。こういったコミュニケーションの楽しみも二人乗り、タンデムライドの楽しみの一つではないでしょうか。今回のワンポイント。タンデムライド、二人でバイクを楽しむにあたっては、お一人での練習も十分積んでおかれるといいと思います。二人乗りを意識した、タンデムライドを意識した練習があります。丁寧なアクセル、丁寧なブレーキ、スムーズな加速減速。まあ、そのためには、アクセルを回すときにも、遊びを取ってからゆっくり回していく。アクセルを戻すときにも、早めにゆっくりと戻す。ブレーキは早めに指、足を構えておいて、じわっとかけていく。前後の動き、上下の動き、極力少ないスムーズな、まあ、こういった練習を十分積んでから、二人乗りを楽しんでいただければと思います。